皆さんこんにちは、赤又影湯でございます。今回は前回に続きまして大阪散歩の続きでございますけれども、前回の動画の最初に見えていた通天閣まで歩いてまいりました。通天閣に後ろと前があるのかどうかわからないんですけれども、こちらはですね、普段通天閣っていうことで紹介される側ではなくて、その後ろ側の姿でございます。ここから通天閣の下を抜けて向こう側に行きますと繁華街が広がっております。こちらがですね、先ほどとは逆の側から見た通天閣でございます。この辺りはもう完全な観光地ということで、様々なお店がございます。お店の看板はド派手なのが多いですね。そして至る所にビリケンの像がございました。こちらは射的のお店ですね。常設の射的場が成立するっていうのは日本でも珍しいんじゃないでしょうか。結構お客さん入ってました。こちらはですね、巨大なたこ焼き屋さんでございます。さすが大阪、規模が違いますね。こちらはですね、スマートボールのお店でございます。スマートボールというこのゲーム、今では温泉街でも珍しくなってるんじゃないでしょうか。ということで入店してみました。100円を入れますと、ビー玉の2倍ぐらいあるんですかね。結構大きい玉がたくさん出てまいりますので、これを弾いて運試しでございます。と言ってもですね、どこに入るとどうなるのか全くルールは分かっていません。まあとにかく数字が書いてあるところに入ればいいんだろうっていうようなことでやっております。ちなみにこれをですね、一つ一つ手動で弾くので、おっと5に入りました。そうしますと上の方からですね、玉が出てくるっていう、こういう感じになってますね。一つ一つ手動で弾くので結構時間を潰すことができます。こうして見ていると、あの15と書いてあるところに入るわけないなって思うんですけども、これがですね、意外に入ったりするんですよ。また5に入りましたね。出てきますよ。ということで、たまにポケットに入るので結構長く遊べます。これは一つ一つ弾いた方がいいのか、それとも何発か連続で弾いた方がいいのか、ちょっとその辺はわからないんですけれども、とりあえず一個ずつ打っております。あっけなく落ちていくこともあれば、結構時間をかけて思わせぶりに落ちていくこともあると。ちなみにですね、このお店、中はかなり広かったですね。こういう感じの台が10以上並んでいる島がいくつもあるっていう感じですね。意外にこのゲームやる人多いのかなと思いました。そしてですね、15、これ入ることあるんですね。たくさん出てきます。もう終わったかなって思うと結構入ったりするんですよ。ちなみにですね、棚の上には景品が並んでおりました。ちょっと見た感じでは、景品は食べ物が多かったようです。まあそんな高価なものはないので、ギャンブル性は低いと思いますね。また入りました。15個出てくる。ということでですね、終わりそうで終わらないと、なかなか楽しめるわけですよ。ということで、このお店では100円で結構長い時間楽しみました。最終的には玉がなくなりましたので、お店を出て次の目的地に向かいました。こちらは先ほどのお店の近くにあった弓道場でございます。こちらはですね、怪しげな自販機でございます。こういう感じの自販機はですね、何箇所か見かけました。何が入ってるかすごく気になるんですけれども、この後別の人と会う約束がありましたので、あまりにも変なのが出てくるとまずいなと思って、今回は控えました。
さあ、目的地に近づいてまいりました。高速道路のすぐ近くなんですが、肝心なところで画像が切れている。原因不明なんですけれども、途中で画像が切れてしまいました。ただ写真は残っておりましたので、そちらをご覧に入れたいと思います。こちらがですね、今回の発祥の地探訪の目的地、上方園芸発祥の地、天の寺村記念碑でございます。周りがフェンスで囲まれていたので、近づくことはできませんでした。なので、この記念碑を見るために、ここまで来ることはお勧めいたしません。何かのついでにちょっと寄るぐらいがいいんじゃないかと思いました。そして今回の動画はここからがグルメコーナーでございます。皆さん、このお店ご存知でしょうか？肉まんで有名なお店なんですね。ということで、デパ地下に行きまして、この肉まんを買いました。お店の前には人がかなり並んでおりまして、順番を待つ間にですね、このように肉まんを作っているところを見ることができるんですよ。すごく手際がいいです。肉まんの下には四角いものが引いてありますが、あれはですね、薄い木の板なんですね。木の板なので、ちょっと高級感が増してますね。肉まんを包むこの手際の良さ、もうすごい職人芸だなと思いました。並んでる間にこの作業を見られるので、待つのが苦にならないんですよ。やっぱり食べ物を作っているシーンってすごく惹かれますよね。蒸す前からすごく美味しそうです。そしてですね、このお店の肉まんはですね、なんと言っても皮が非常に美味しい。なのでこの生地にですね、お店のこのノウハウが詰まってるんじゃないかなと思います。おそらく画面をご覧になっている皆さん方の中でも、このお店の肉まん好きっていう方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。そしてもう一軒、こちらのお店、五座宗郎さんにも寄りました。このお店の前にも列ができておりましたけれども、やはりですね、待っている間に作るところを見ることができるんですよ。なので待つのが苦にならないという感じですね。ちなみにこの食べ物、皆様方の地元では何と呼んでますでしょうか？私はですね、ずっとこれ大判焼きって呼んでたんですけれども、回転焼きっていう呼び方もあるようですね。その他地域によって結構いろんな呼び方があるらしいんですよ。なのでうちの地元ではまた全然違う呼び方するよっていうのがあれば、コメント欄で教えていただけるとありがたいです。やはり非常に手際よく作られていきます。今焼き始めた部分にあんこが乗っているパーツを上から乗せると完成します。そろそろそのシーンになります。こういう感じですね。半分はもう十分に焼けてるんですね。それをですね、後から焼き始めたもう半分の上にひっくり返してサンドイッチ状にすると完成するっていうことですね。私はこの白いあん結構好きなんですよ。あんパンでもたまに白いあんが入ってるやつありますよね。どっちかっていうと私、白い方が好きです。ですけれども今回はですね、大阪まで来てるということで両方とも購入いたしました。これはですね、自宅で次の日に先ほどの回転焼きを食べようとしているところでございます。白あんですね、これが美味しそう。やはりですね、通常のあんとはちょっと味が違うんですよ。なのでこれを食べますとね、普通のあんの方も食べたくなっちゃうんですよ。なのでこれを食べるともう止まらない感じです。さあ、そしてですね、肉まんを食べるシーンです。時間は前後するんですけどね、こちらのシーンはですね、肉まんを購入して次の目的地に移動する途中で撮った動画でございます。もう我慢できないということで途中で食べることにいたしました。多分肉まんはですね、一般的に言ってなるべく早く食べた方がいいんだと思います。こちらでございますね。サイズはコンビニの肉まんよりちょっと小さいかなっていう感じなんですけれども、皮の感じはちょっと時間が経ってるのにもかかわらずしっかりしております。では中身を見てみたいと思います。どうでしょうか。
具がたっぷり入っていて、皮もちょうどいい具合の厚みになっておりますね。これ最高に美味しいです。まだ食べたことがないという方はですね、もし機会があればぜひ食べていただきたいと思います。ということで今回の散歩はここまでです。また次回の散歩でお会いしましょう。それまで皆さん、ごきげんよう。